あのー、社会保険は消費税以上に定額で一気にドカンと,、えー、っと負担が増えると消費税は、えーっとまあ、も,うもうかかるんですけど社会保険の方がそがより認当税的に取られてしまうでなおかつその、セーフティーネットから外れちゃいけない今あるつながりから絶対外れちゃいけないっていう圧力をかけるような暴力性のある仕組み になってくるかと思います。どうして消費税がを社会保障より、あ、社会保険よりも消費税の方を強くアピールして選挙戦を戦われたか、その意図についてお聞かせ願えれと思い,いたします。ありがとうございます。説明がめんどくさいからです。何パーセントかねってみんなそれ、それぞれパーセンテージも違うし、国こ,こ負担分どれぐらいかとかいろいろあるし、人によって負担のかかり方も違うだろうから、それをこと細かに説明するっていうのはかなり不可能な話なんですね。でもおっしゃってることよくわかる。 だからどっちかって言ったらセットに見えるような発言。もちろんセットにしていきたいですよ。つまり何がやらない、えー、今やらなきゃいけないことは何か。えー、もちろんコロナの対策とかいろいろありますけど。でも全体的に見て一番やらなきゃいけないことはコロナ対策も含む積極財政。国がお金を使っていくということですよね。社会にお金が回っていない25年。25年不景気が続く。世界でこれほど衰退している国はあまりないってことですね。 25年デフレが続くような国存在しませんから。で、話戻ると、それを是正していくためには、社会にお金を回さなきゃいけないんだよ。じゃあ、社会にお金を回すためには何をしたらいいかって言ったら、みんなが使えるお金を増やしていくっていうのが一番話が早い。何よりもこの国内事国なんだから、景気を良くするための一番大きなエンジンは、個人消費。 みんなが物を買うということによってそのお金が回り回って誰かの所得に変わっていくっていう循環をエンジンかけていかなきゃダメですよねって。そのためにはみんなが使えるお金を増やすためには消費税、減税、もしくは廃止、そういうラインですね。それによって当然皆さんの負担減ります。買い物するたびに取られる10%の罰金がなくなるわけですよね。その他にも当然この今おっしゃったような 社会保険料の支払いという部分に関して、国負担という部分を大きくして、で、皆さんの負担を軽減していく。とにかく、他にも、えー、例えばですけれども、えー、給付金を出していく。給付金。それによって、より使えるお金が増える。そういうような循環を作っていく必要がありますよ、という訴えだったんですけど、どうしても、例えばですけど、テレビだったりとか、ということになると、出演時間の中で喋れるのは1分、みたいな。 一分三発行きますみたいな話なんですけど、どうしても消費税のこと話しちゃうと、その後のテーマの中には、なかなか経済対策的なことは盛り込めなくなっていくので、だとするならば、全員が分かりやすく理解できる話というところで消費税に結構集中しているように見えたかもしれませんね。でもおっしゃる通り、両方やらなきゃダメだと思ってます。 逆に言ったら、その社会保険料の方に関しては、国の負担を増やす、みんなの、えー、負担を減らすってことができるわけだからですね。非常に、あの、わかりやすいと思いますし。で、一番助かる。そう思います、私自身も。なので、ここら辺のバランス、この社会保険料を安くするってとこで、みんなが、おっていうような、えー、なんだろうな。わかりやすい説明っていうものにつなげられたら一番いいんですけど、 なかなかちょっと難しかったっていう部分があります。申し訳ありません。ありがとうございます。